はい、こんにちは、ひろきです、ただいま新橋までやってきてます。新橋にはですね、なんとタミヤプラモデルファクトリーというお店があります。はい、ということでタミヤプラモデルファクトリー新橋での走行はいかがだったでしょうか。いやー、しかし5レーンコースってやっぱり大きいよね。今回のコースレイアウト、注目するポイントとしては右カーブからのドラゴンバック、スピードを出しすぎるとコースアウトするところ、まずはコーナーに合わせてスタビライザーをセッティングしてマシンが傾かないようにすることと、バンクセクションがなかったのでブレーキセッティングはフロントのみ、3ミリスポンジレッドをセッティングしたところ、ジャンプする直前にスロープでブレーキが効いて着地を合わせていきます。3レーンコースと5レーンコース、一番の違いはというとコースの継ぎ目。それまであまりギャップがなかったコースに対して5レーンコースになると逆走防止のためわざと段差をつけた設営となっており、タイヤ径やブレーキによっては走らせるごとに減速してしまうので、特にリアバンパーの高さには注意しましょう。ミニ四駆初心者向け NS ブレーキ、ひとまず改造動画を終了しますが、ここまでの改造の工程を再生リストにまとめてありますので、ぜひまた見てください。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方はぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。